皆さんこんにちは。今回は、毎週恒例の情報募集動画になります。ぜひ皆さんにもご協力いただければと思います。一つ目、凍結の謎の施設。Twitter で見た画像を探しているそうです。数年前に Twitter で見た画像で、トンネルの横に山肌がえぐれたスペースがあり、看板には子供のイラストが書いてあったそうです。それに加え、仲良し教室、ふれあいパークのようなニュアンスの文字が書かれていて、中央には小さな洞穴と、そこへ続く階段がありました。そのような画像が、謎の施設として取り上げられており、気になっているとのことでした。これを読んだ限りだと、トンネルの脇に洞穴があり階段を登ると子供向けの施設があったようですが、確かに謎ですね。山の中にあると思われるので、キャンプ場か何かの関連施設かもしれませんね。過去にツイッターに貼られていたとのことなので、同じものを見たことがあるという方はコメントいただければと思います。二つ目、ゲーム雑誌の広告、ある広告を探しているそうです。90年代前半頃に、ファミ通か何かのゲーム雑誌に掲載されていた広告で、戦争の悲惨な写真に This is not a game というコピーが重ねられ、見開きで何ページかそういう写真が続いた後に、ゲームと現実の区別がついていないのは大人なのかもしれないというコピーのついた写真で終わるという内容だったそうです。広告主はデジキューブだと記憶しているとのことですが、自信はないそうです。デジキューブは当時のスクウェアがコンビニでゲームソフトなどを販売するために設立した会社らしいです。広告の内容から、戦争のゲームを批判する目的があるのかと思ったのですが、デジキューブとなると目的は違うかもしれませんね。ちなみにデジキューブの広告は、このようなユニークなものが掲載されていたようですので、リクエスト主さんが見たものもそのような広告だったのかもしれませんね。こちら、似たようなものを見たことがあるという方はコメントお願いします。三つ目、前世は鎌倉武士。Twitter で見た奇妙なツイートを探しているそうです。内容は、私、前世は鎌倉武士だったんですよ、というようなもので、盲腸か何かが原因でお腹が痛くなった時に、前世が武士で、切腹したことを思い出したとも話しており、嘘とは思えなかったようなツイートだったそうです。ざっと調べてみたのですが、前世が武士だと名乗る人はネタ含め多くいらっしゃいますが、バズっているようなツイートは見当たりませんでした。嘘とは思えなかった、とのことなので、何か信用に足る情報が投稿されていたと考えると気になる話ですね。こちら、情報お待ちしております。四つ目、目を開いた生首画像、ある画像を探しているそうです。4、7年くらい前にツイッターでトレンドのワードを含んだツイートにグロ画像をリプライするアカウントがあったそうです。その頃は通報して凍結するしかなかったそうで、問題のリプライを通報しようとした時に、目を開いた、白い肌の生首の画像、おそらく作り物と思われるものが貼られており、かなり衝撃的なものだったようです。この画像を探しているとのことで、Twitter 生首グロで検索してみると、このような画像がヒットしました。明らかに作り物ですが、目を開いた生首の画像です。こちら、ヤフオクに出品された模型の画像がヒットしており、なぜこのワードで引っかかるのかは不明ですが、かなり似ています。もしかすると、グロ画像騒動と関連付けられ Twitter の生首画像で検索するとヒットするようになったのかもしれません。この画像に見覚えはないでしょうか？他に候補があれば教えてください。5つ目、YouTube の変な動画、ある動画を探しているそうです。サムネイルに人骨のようなものが映っており全体的に薄暗い感じだったそうです。タイトルは、丸腰丸丸丸のような感じで丸には何らかの漢字が入るようです。再現イラストをもらっているのでお見せしますが、このようなサムネイルとのことで、私の動画を見ている時に関連動画に出てきたようです。おそらくこのチャンネルの動画ではないかと思います。実はこのチャンネルについてリクエストを過去にいただいておりまして、タイトルが水越まりなとなっているのですが、
とある引退したアイドルの名前で、動画で紹介したことがあります。他にも雑風呂で紹介した人物の名前がタイトルに使われており、都市伝説関連の名前を使って作られているのでしょうか。サムネイルはどれもホラー画像ですが、動画の内容は奇妙な模様をただ映すだけで意図は不明です。6つ目、ある火災の報道映像、ある動画を探しているそうです。おそらく川崎での火災で、現場に居合わせた視聴者提供の映像として建物が燃え上がっている映像が放映されていたそうです。その映像で燃えている建物の中から、熱い、助けてー、といった声が入っており、当時一緒に見ていた兄と、これやばいやつだよね、放送事故じゃん、と話していたのを覚えているそうです。これ、おそらく川崎市の簡易宿泊所火災の映像ではないかと思います。2015年5月17日に起きた火事ですが、翌日助けを求める声が入っていると話題になっていました。17時間後に鎮火しましたが、最終的に11人が死亡、17人が重軽傷を負ったそうです。7つ目、チェーンソーの音が聞こえる広告、ある広告を探しているそうです。数週間前の話で、YouTube で実写の広告を目撃したそうです。再生リストで動画を垂れ流していたところ突然チェーンソーのような音が流れてきてびっくりして画面を確認すると、住宅街のような場所で猫が散歩しており映像は可愛らしいのに、ずっとチェーンソーの音が聞こえてくるのだそうです。その後怖くなってスキップしてしまったそうで、この広告が何なのか気になっているとのことでした。かなり奇妙な広告ですね。こちら情報をお待ちしております。8つ目、CG アートをまとめた雑誌、ある雑誌を探しているそうです。20数年前に発売された、当時 Windows 2000ぐらいのコンピューターアートをまとめた雑誌を見たそうで、広角機動隊のような絵柄のオリジナルアートが多数掲載されており、ドラえもんをパロディにしたような子供と犬の、1ページほどの漫画が掲載されておりその内容がグロく、狂気じみていたそうです。主人公の頭を枕をかぶせ銃で撃ち抜いたり子供の友達を犬で食べていたりと、かなり過激な内容だったそうです。普通のアート雑誌ではなさそうですが一体何の漫画だったのでしょうか。こちら情報をお待ちしております。以上、今回の情報募集動画になります。些細な情報でも構いませんので、お気軽にコメントいただければと思います。それでは、また来週募集結果を紹介しますので、お待ちください。